ック。正確性ではあのベッカム以上なんて評判もあるぐらいの名手。リベルタドーレスカップでは5得点を挙げチーム得点王。ゴールキーパーとしてフリーキックで決めたゴールは歴代最多。まさに地球一フリーキックを決めるキーパー。その正義のフリーキックはどれほどすごいのか。あのロペス・ワグナーが正義を直撃リポート。Jリーグベルマーレ平塚で活躍し日本代表入りも果たしたロペス。実はかつてサンパウロ FC に4年間在籍、サンパウロ FC の OB なんです。今回はフリーキックの正確性を調査。ゴールの隅にボールがやっと通る輪を設置、その中をフリーキックで狙ってもらいます。地球一フリーキックを決めるキーパー正義は果たして成功するのでしょうか。1本目、打ってもらいます。じゃあホジャル正義選手、お願いします。パスオーバー。おおすげえ軽く蹴ったボールは見事輪っかを通過。じゃあ2本目、やってもらいます。セニ選手、プルファボール、まあセグンダボール。おおなんと2本連続で成功です。すごい。じゃあ最後、決めてくれるでしょうかね。Por favor。 おお日本語で言うと今度ファイア、セアファイア、バンザーバンザーバンザー。3本目は輪っかの動画。